皆さんこんにちは。2022年向け論文過去問分析講座10段分類編、第1回目の解説を始めます。タントリック専任講師弁理士の乙美です。はい、今年もですね、直前期向けということで、論文の過去問をですね、やっていくという趣旨のですね講座が開講いたします。全4回なんですけれども、一応ざっくりとした目安としては、1、2回を特実で使い、3、4回を衣装商標で使うという形になるかと思います。一応予定を伝えておきます。で、この講座ですね、通常のその年度別の掲載ではなくて、テーマ別に、分類されているんですね。10段分類という言葉がちょっとどういう意味かっていうところがですね、分かりづらいかなと思うんですけれども、例えば拒絶流通知に対する措置ばっかり集めると、まあ、当然その一つの年度の中ではいろんな問題が混ざっているので、まあ、設問ごとにこうピックアップする感じになりますよね。で、まあ、それを例えば一塊で、次に例えば権利行使される側の措置だったり主張だったりっていうところを、まあ、例えば集めたりとかして、一つの過去問に、まあ、年度にですね、まあ、設問がまあ4つ5つ入っているとしたら、それをこうバラバラにして、で、そのテーマごとに場面ごとに分類したっていうのが10段分類の意味になります。で、これをやることによってですね、どういう、まあ、メリットがあるかと申しますと、担当の過去問集、体系別過去問集というのがあるかと思うんですけれども、あちらと同じようにですね、その一つ一つのテーマごとにその対処ができるので、まあ、苦手なものを集中して、やれると。年度別の過去問集しか書籍では出ていませんから、そうすると自分でですね、何年度の何番の問題がこれが、まあ、対拒絶流通知なんだとかですね、何年度の何番の問題が、まあ、権利行使の問題だとかっていうことが自分でこう見つけていかなきゃいけないとすれば、結構な手間ですよね。で、ただ実際はその模試のように、まあ、その一つの年度ごとにですね、その時間を計って書いていくっていう場面っていうのは直前期であれば結構あるわけですよ。例えば直前答練で8回分ありますし、公開模試は4回分あるので、直前期に全12回もそういう、ね、時間を計っていろんな問題をこう組み合わせたもので、総合的に回答していくっていう機会っていうのは得られるんですよね。だけどもその中で人によっては、例えば審判の問題が苦手だとか、人によっては例えば権利行使がされた側の措置が非常に苦手だとかですね、その苦手テーマっていうのはやっぱその人によって違ってくるわけですよ。ですからその苦手テーマを集中してその、まあ、対処できると、その弱点をですね補強するような、そういった訓練がですねできるということが、まあ、この講座では可能なので、しかも本試験の問題ですから当然良問ですし、当然まあ本試験レベルということにはなりますので、まあ、直前期だからこそですね、こういった練習をして最後、仕上げていただきたいというところがあります。では講義に入っていきたいと思いますね。まず、1問目のテーマとしては、制度趣旨を単体で問う出題ってあります。で、単体でと言っても実際特実の場合は大問1個がそうっていうわけにはいかないんですね。やはりその設問の中で1つっていうことが多いかと思います。なので1番目の問題も27年度問題1で設問1だけがこれになっていますね。制度趣旨を問う問題です。ですからそれなりの、まあ、記載量に抑えなければいけないし、逆に言うとあまり書かなくてもいいんですね。ですからそんなに配点がつかないので、ここに大きな注力をする必要はないかなというところです。で、実際ですね、衣装商標だったら多少やっぱりこう配点がつく分ですね、影響力あるんですけれども、特実の場合は全く外してしまったとしても、この趣旨系の問題を全く外してしまったとしても、
合否にさほど影響はないです。さほどっていうのは他の、設問である程度できてればっていうことね、うん、だからその星の数ほど作れるような一行問題に集中するよりもね、この時期だからやるよりも最低限のところでとどめておいて、で、まあ、仮になんかもうちんぷんかんぷんだっていうものでもそこで合否が決まるわけじゃないんでっていうことでもう割り切ってもいいかなと思うテーマですね。で実際配点としては例えばこの問題1の設問1のパリ条約の優先権制度の趣旨ありますけど、まあ10点ぐらいですよこれで、皆さん書くのは5分ぐらいですね。それぐらいで10点分ぐらいです。でただねこの問題に限って言うとちょっと全く書けませんっていうのはやっぱないかなと思うんですよね。私別途条約 のオプション講座この直前期向けの実施していますけれども、まあ、そこでもちょっと一行問題扱っているんですがね、やっぱり最低限やらなきゃいけないものってあるんですね。要は皆さんが受験生として最低限もこれは知ってるでしょっていうようなことを知っておくべきでしょっていうことがあるんですよね。でその一つですよパリ優先っていうのは。ですからちょっと何も歯が立たない、一行たりとも書けないっていうようだと、うん、優先権ってどう思ってんのかなって、優先権制度ってどういうものだって分かってんのかなっていうようなね、そういうちょっと、うん、採点される先生にも、うん、相当マイナスなイメージを与えてしまうので、自分の言葉で構わないんですよ。レジュメ通りじゃなくていい。この一行問題の目安っていうのは間違ったことを書かなければ OK なんです。皆さんはなんかこうキーワードを覚えなきゃとかね、このキーワード書けなかったからダメなんじゃないかとかね、結構そういうふうに思われてる方多いんですけど、キーワードは正しいことを短く伝える手段なので手っ取り早さはあるんですね。だけど間違った使い方をするとマイナスイメージですし、で別にキーワード出てこなくても同じ意味で自分の言葉で説明できるんであれば多少不器用な答案ではありますけれども問題ないですよ全然。でそれで全然合否に影響ないですから、あんまりそこをねこう神経質に捉えない方がいいかなというふうに思いますね。はい。でまずじゃあ1個目ですね、パリ優先。これなので10点分なので5分ぐらい皆さんとしては時間を取ってちょっと解説また再開させてもらったらなと思うんですけれども、まあ答案構成ってねちょっと書いてあるんだけど、これはねもう本当に参考までっていうか参考にもならないぐらいなんですよ、このレックがいつも作ってる答案構成。別にディスってるわけじゃないんです。何が言いたいかっていうと、答案構成って提出しないですよね。提出しないわけですよ。で、自分だけ分かればいいですよね。だから提出しないので、答案書く際に自分にだけ分かればいいんですよ。で、それなのにこんな風にね、書かないかなと思うんです。うん。だからもっともっとその簡略化していいし、自分さえ分かればいいから、なんかもう記号とか暗号みたいなものでもいいぐらいなんで、うん。なんか誰が見ても分かるようなものってのは答案構成じゃないからね。だからまあ一行問題なんでもうそんなにいらないわってもいきなり書き始めてもいいと思いますから、あんまり参考にしないでいただければと思います。で、文章で誰が見ても分かるような、そんな答案構成を作るんであれば、それは逆にまずい答案構成なので、ね、プロセスはしっかりと残しながら自分にしか分からないような簡略したものっていうのが一番いいので、まあ参考までに見ておくぐらいな感じでいいと思います。はい。で今のパリ優先のところなんですけれども、これなかったらどんな問題があるのかってことですね。問題点の指摘に点数をつきますので、何でもそうですね、自分の思考をこうどう誘導するかっていうことですけど、趣旨はそれがなかったらどんな問題があるかってことを考えてもらったらいいと思いますね。はい。ドイツの発明について複数の国に特許出願等を行う場合、翻訳等の準備は各国ごとに異なる手続きが必要となるため、特許出願等を同時に行うことは出願人にとって負担が大きいと。母国語であれば、ね、難しくないですけれども、
母国語以外の言語に翻訳しなきゃいけないとなると、全部の国の出願を同時に行うっていうのは一番遅い国に合わせることになりますから、かなり大変なわけですよね。でそこでこのような出願人の負担の軽減を図るために、パリ条約による優先権制度が採用されたと。まあこれが一番簡単な書き方じゃないかなと思いますね。あとはですね、これ一般にパリ条約って内国民待遇の原則があるので、まあ、内外の不平等っていうものは許されないじゃないですか。で日本で権利を取るためには日本語でやりましょうってことは内国民待遇違反にはならないんですよね。表面的には平等なので。だけども実質的にはそれ不平等じゃないですか。母国語とする我々と、ね、日本語を母国語としない外国人とでは負担の大きさが違うの で、そこを実体的なその平等に近づけようと、出願人の負担を軽減しようとするのがいわゆるパリ優先、まあ、これも一つの手段なので、そういった内国民待遇の原則から述べてもらうっていうのが本当はいいかなと思いますね。内国民待遇の原則ね。はい、じゃあ次いきますね。拒絶理由の、場面ですね。ここに行きたいと思います。まあ、実質的にはもうこっからでもいいかなっていう感じですよね。はい、では見ていきたいと思います。でこの問題だと設問の一つっていう感じなんですけど、まあこの何て言うんですかね、この柱書きというか問題文の長さでちょっと考えて見たいと思うんですけど、ちょっとねこれだと結構長めな感じなんですけど、実際聞かれてるのはねこの最後のとこなんですよ。イエスノーみたいな感じなんですよ。マイクロフィルムガンマは頒布された勧告物に当たるかどうかってことで、勧告物に当たるってことは勧告物の定義に当てはめていくっていう形だから、そんなに時間がかかる話ではないんですね、実際ね。はい、なのでこれ10分はいらないと思います。問題文全体把握するっていうことは3問目まででできるので、だいたい5分ぐらいでこの問題解いていただければなと思いますね。はい、じゃあ私の方で回答出しをしていきますね。船舶工学の兵は造船会社丁の依頼を受け、装置 α2 の発明炉を自ら単独で完成し、装置 α2 の図面 β の写しを丁に交付するとともに、発明炉にかかる特許を受ける権利を丁に譲渡した。で発明炉にかかる構成は図面 β から認識することができるが、装置 α2 の外観のみからは認識することができない。丁は兵に秘密保持義務を課して発明炉を秘密として管理することとした。兵の死亡後、兵の相続人は、展示開始までは秘密にすることを条件として図面ベータの原本を含む兵所蔵の資料を博物館に寄贈した。博物館は平成27年1月20日に図面ベータの原本に変えて、図面ベータのマイクロフィルムガンマの閲覧を可能とし、それを印字して複写物として交付することができるようにして図面ベータの展示を開始した。この部分ですね。で、マイクロフィルムガンマの閲覧およびその複写物の交付が可能とされた時点において、マイクロフィルムガンマは頒布された刊行物に当たるかどうか説明せよですね。で、刊行物性っていうものをこれでは聞いてるんですけれども、刊行物性っていうのは頒布性と情報性と公開性ですね。
この3つを兼ね備えたものっていうことになります。いいかな。ここ構成のところの定義はこれを集めたものなので、頒布により公開することを目的として複製された情報伝達媒体の方がいいですね。情報性っていうのがいるからね。で、頒布っていうのは現実に見たという事実を必要としないので、見得る状態に置かれればいいという考えなんですね。で、今回は見得る状態に置かれてるわけですよ。閲覧と、でそのマイクロフィルムの閲覧と複写物の交付が可能としてますから、見得る状態は準備はできているわけですよね。で、情報性はもちろんこの内容的にありますし、で公開性っていうところも複写物の交付を受けることができる状態にもなっていますので、なので3つの要件兼ね備えてますから、頒布された刊行物に当たるというのが、マイクロフィルムの扱いになります。だからマイクロフィルムは刊行物性があるので、これに記載された情報は29条1項3号ですね、新規性がないとされるわけですね。だからその3つの条件を、分かってるかっていうところを確認したい問題ですから、その辺を中心に説明していただければいいかなと思います。マイクロフィルムは公衆画像内容を閲覧し、複写してその複写物の交付を受けることができる状態になれば、29条1項3号の頒布された刊行物に当たると解される、マイクロフィルム自体が公衆に、交付されない場合でも、原本の複写物で、原本の内容を印刷した複写物と何ら変わることはなく、一般公衆による閲覧複写可能な状態にあれば頒布されたものと言えるからである。よってガンマは、閲覧日その複写物の交付が可能とされた時点で頒布された刊行物にあたると、今のその3つの要件ね、それを書いた上でここから始めた方がいいかなっていう感じですよね。ちょっと判例に記載されている通りに書いてるんだと思うんですけれども、もうちょっと簡単にこの一般のその刊行物性で頒布したっていうところの要件と合わせて、今のだから構成に合わせた感じの回答でもいいかなっていう気はしますね。担当マターですから結論は間違わないにしてくださいね。皆さんこんにちは。2022年向け論文過去問分析講座再現答案分析編第1回目の解説を始めます。タンタルック専任講師メンリストの乙美です。はい、今年もですね、全2回で、皆さんのですね、実際本誌で書かれた、再現答案をですね、分析するという目的で、実施していきたいと思っています。この時期だからこそですね、最後どれくらい書いたら、どれくらいの評価が得られるのか、皆さんが思ってるよりも、私たちがその普段ですね、当連なんかで採点をしたりとか、指導しているよりもですね、実際試験員の先生っていうのは結構甘いんだなということが分かる講座になっておりますので、練習は厳しく本番は優しくというね、スタンスで、いいのかなと思います。で、本試験の先生方はやっぱり実際受験されている、受験生の皆さんのね、相対評価をするわけですよね。で、我々はやっぱり当連なんかではどうしてもその予備校が定めた基準にのっとって採点をいたしますので、絶対評価になってしまうわけですね。ですから、そこの差と考えていただければいいのかなと思います。不必要に普段から厳しくする必要はないので、なんとなくその、厳しすぎるなとかそういうことを感じられている方もいらっしゃるかもしれないですけれども、実際でも本試験だってその相対評価だからブラックボックスの部分が多くあるわけでね、我々はその周りがどうであろうとも大体その例年こういう感じで、点数がつくだろうから、そうすると、このラインを超えておけば、安全圏だよっていうようなことをですね、皆さんに実施していきたいというふうに思って、
普段やっているので、なので、まあ、結果としてやっぱりその特にその年によっては本試験のそのなんていうのかな、全体のレベルが低いのに合格になってるとかね、こんなそんなに点数高いと思えないところに点数がついてるっていうのは、まあ、それだけ全体の受験生のレベルが低いということに他ならないわけで、まあ、特にその先生方が優しいとか今年の試験は厳しいとかそういうことではないから、まあ、そこはちょっとご承知いただいた上で、まあ、それでもねこの講座を実施する意味というのは割とそのみんながあんまかけてないんだなっていうこと の、 安心感と、でこれぐらい書けばこれぐらいの点数になることもあるんだなっていうね、その精神安定剤としての、まあ、最後役割なのかなと思っています。これがまあレギュラー講義が実施されている時点でこういう講義をやってしまうとね、こういう再現答案なんかを分析する講義をやってしまうと、なんかこう変に安心感が強すぎて勉強する気にならないみたいな人もやっぱ出てくると思うんですよね。で本誌でそうで足すくわれるってこともあるから、実施時期は間違わないと間違わないたらいけないんですけれども、まあ最後はねやっぱりこう安心して皆さんに自分がやってきたことがまあすごく十分なんだというふうな安心感をねやっぱり持っていただきたいなというふうに思っているので、では、早速特実の1問目からいきましょうか。普通に答練の解説と同じようにまずは問題文を読みで解説をした上で実際の受験生の方の答案をお見せして、まあ採点策みたいな感じかな。実際点数はついてますけど、どこの部分にどういうチェックが入ってるとかっていうのは当然明らかではないので、だからどこがどうなってまあその点数がついたかみたいなことをちょっとこう予測するような感じにはなりますよね。でその前にまあ模範答案というか実際どういう問題でどういうものが回答なのかということをお見せしていきますね。はい、ではまず令和3年の特実1問目の問題いきます。公は発明意をし、令和元年6月1日に特許出願 A をした。出願 A の願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲には発明が記載されている。その後公は発明労をし、令和元年12月1日に、出願 A を基礎として特許法41条のいわゆる国内優先権主張を伴う特許出願 B をした。出願 B の願書に最初に添付した明細書および特許請求の範囲には発明意図労が記載されている。でさらにその後公は発明派をし、出願 B について審査請求をする前の日である令和2年7月1日に、出願 B を分割して特許出願 C をした。C の願書に最初に添付した明細書には発明意図派が記載され、出願 C の願書に最初に添付した特許請求の範囲には意図派が記載されている。一方オツは、公とは独立して発明意図労を発明し、令和元年7月1日に特許出願 D をした、D の願書に最初に添付した明細書には発明意図労が記載され、 D の願書に最初に添付した特許請求の範囲には労が記載されている。出願 D は令和3年1月13日に出願公開された。以上前提に以下の各設問に答えよう。ただし各設問に示されていない事実はあえて仮定して論じる必要はないですね。はい、でちょっと日付チェックしていきますね。日付を、でちょっと板書で事案を整理していきますね。令和3年の特実の日ですね。江さんが令和元年の6月1日に、出願ですね。
2分の2ですね。で、令和元年の12月1日に出願 B で優先権41条優先権を伴っている。で、色分の色ですね。で、 B について審査請求する前の日である令和2年の7月1日で、ここで1、2、3、4、5、6だから6月30日ですねに審査請求、あ、ごめんなさい、審査請求をする前の日である7月1日だから逆ですね。7月2日に審査請求をしてるんですもんね。で、B を分割して、で、出願 C をしたんですね。で、いろは分の特許請求の範囲はいとは、B を分割して C ですよね。で、これ客体が増えてしまっていって、これ訴求庫得られないので、分割出願はこの C 字で判断することになりますね。で、項の事実はこれで終わりで、で、乙は、令和元年の7月1日令和元年の7月1日に、出願 D をしていますね。で、色分の炉で、令和3年の1月13日に D が公開というような事案ですね。はい。で、まず設問1ですね。出願 B が審査に付された場合に、B の特許請求範囲に記載された E が乙による D との関係において拒絶料を有するかについて、関連する特許法上の根拠条文の規定を必要な範囲で引用した上で、国内優先権制度が設けられた趣旨に必要な範囲で言及しつつ、設問の事実を当てはめて結論付けようですね。はい。趣旨を先に書くか後ろで書くかは、まあ好きなようにしてもらったらいいと思います。先に書きたければこっちを先で、私はあんまり先に書かない方なんで、まあ有するか否かについてっていうのを先に書いて、で趣旨は後に書くっていう風にしますけど、どちらでも構わないです。レックは割と趣旨先に持ってくることの方が多いかなと思いますね。まあどちらでも構わないです。で、分析をしていきますね。拒絶量を見つけていくのは B なんですね。B は分割の原出願ですね。で、B の E っていうふうに限定されていて、ロはまあ別に関係ないよっていう話になるんですけれども、で、その、E がですね、D との関係においてって言っていて、 D のクレームはロなので、そうするとまあこれいわゆる39条の問題はなさそうだなっていうのは、 E との関係ではねないかなっていうのが分かります。でも当初明細書に E と ロが書いてあって、で B よりも D の方が先に出願日はついてますんで、でそうするとなんか問題がないかなっていうことなんですね。で B に関してはただ優先権をかかっていますので、 E に関しては特許請求の範囲に記載された発明が当初明細書に記載された発明と一致するものに関しては、特許権の判断基準時は A 字でやります。41条2項の効果が得られますので、そうすると E に関してはここ
優先権の、まあ、要件を満たしている限りにおいてね。で、論に関しては得られないので、ここって感じなので、D の意図の関係で言うと、A の方が先ってことになるから、これ、要は D よりも、非前の扱いになりますので、そうすると、抗がんによって拒絶になることはないんですね。だから、まあ、その優先権の利益41条2項の効果を説明していただいて、D、陰例で、まあ、肉の荷とかないよっていう感じで言ってもらったらいいかなと思いますね。で、優先権制度の趣旨は、まあ、包括的でかつ漏れのない形の権利取得ですね。改良発明と包括的かつ漏れのない形で権利取得ができるよっていうような、まあ、そういう感じ の趣旨を書いていただければいいと思います。はい、では、皆さんの答案をですね、見ていきたいと思います。で、特実は合算で点数が出てくるので、1問目と2問目の出来のそのなんていうかそれぞれで出てくるわけじゃないので、ちょっと点数が分かりづらいから予想の域を超えないんですけれども、まあそれでも大体分かるから、どっちで点数を取ってきたとかね、どっちが足引っ張ったかとか大体分かるから、まあその予想をつけながら見ていきますね。まず A さんですね。 A さんは全科目の平均が 62.7 ということで、まあ優秀な方ですよね。で、特実自体は128ですから、そうすると64点ですね。1問につき64点なので、特実まあまあできたなっていう感じです。はい。で、じゃあちょっと回答を見ていきますね。で、まず設問1ですね。問題覚えてますかね。こういう事案で B の拒絶理を見つけていく問題で、 B の拒絶理を見つけるのは41条2項の効果を見ますから、先に来るんで D の陰例ならないから、 D 陰例に拒絶理はないよっていう問題ですね。で、結論を先に書くタイプの方で、ちょっと構成見ていくと、ちょっと変な構成してるんですけど、拒絶理を許さないで、ここ理由なんですよね。だからこことここは本当は同じもので、で、優先権の趣旨っていう感じの構成だから、ちょっと本当は変な感じなんですけど、まあ別に点数に影響があるほどではありません。はい。で、こ結論としては拒絶理を許さないと。で、 B は A と出願人が同一で、 A から1年内にされた A を基礎とする国内宣言書を伴う出願である。B の明細書に記載されている E は A の明細書に記載されているので、41条2項により後の出願について記載された発明のうち、先の出願に記載されたものの特許権の判断は先の出願の時点となる。これいいですね。書き方としてね、単純に訴求するわけじゃないから正確にここ描写できてるんですよ。訴求項みたいなことを言っちゃうとちょっとね、印象も悪いですよね。訴求するっていうことを言えるのは、出願日が変わっちゃうケース、出願単位で動くケースですから、優先権の効果、発明単位でしか訴求的な扱いをしないので、だからまあ、こういう正確な言い方の方がいいですよね。はい。で、従って B にかかる E の特許権の判断は A の出願の時点となる。A は D よりも先の出願にされているので、29条1項2項肉のに39条の決示を許さないと。すごくいいですね。整理された答案ですね。で、優先権のまず41条2項の効果を述べる前に、ちゃんと主体要件、時期的要件、で、客体要件、ね、当てはめてて、で、だから優先権は適法なので効果が発生するのよっていうところもちゃんと流れとしてあるんですね。で、それなしにいきなり41条2項バンだと、そもそも優先権の適法性ってどうなのっていうところがあるから、そこもさらっと書いた上でちゃんとここに行き着くっていうのは非常に高度な答案だと思います。はい。で、趣旨ですね。国内優先権制度は先の出願の後に創作された関連発明を後の出願に加えて出願することにより、後の出願を先の出願と包括的に扱うことで一つの出願とする制度である。また8条 2B による自己指定の効果が我が国においても認められることとなった。いいですね。2本立てでね、関連発明というよりも本当は改良発明の方がいいと思うんですけど、改良発明等を包括的かつ漏れのない形で権利取得できるということと、で、この制度があることで PCT 上のいわゆる自己指定ですね、これの効果が我が国でも認められるようになったわけなので、趣旨に関してもいいと思います。